ストレッチ、スポーツや医療の分野において、ストレッチとは、体のある筋肉を良好な状態にする目的で、その筋肉を引っ張って伸ばすことを言う。筋肉の柔軟性を高め関節可動域を広げる、ほか、呼吸を整えたり、精神的な緊張を解いたりするという心身のコンディション作りにもつながるなど、様々な効果がある。なお、ここで言う筋肉とは、 骨格筋のことである。ストレッチという言葉は1960年頃にアメリカで発表されたスポーツ科学の論文中で使われ始め、1970年代後半より急速に概念が広がった。ボブ・アンダーソンの表したストレッチングが普及を大きく促進したと言われる。アンダーソンが提唱した性的ストレッチは現在広く用いられている。ストレッチには 性的ストレッチの他にも筋肉の身長、収縮を繰り返す動的ストレッチ、リハビリテーションの手法を取り入れた PNF などがある。今日、ストレッチはスポーツにおけるウォーミングアップ、クールダウンの中で盛んに行われ重要な役割を果たしている。ストレッチの分類方法には色い々ろいろあるが以下が一般的である。通常の可動域を超えて反動をつけ、 弾むような動作で筋肉を伸ばす方法である。いわゆる柔軟体操はこれに当たる。また、いわゆる日本のラジオ体操の第一はダイナミックストレッチ。第二はバリスティックストレッチを多く含むと分類する学者もいる。バリスティックストレッチでは後日の身長反射が起きやすいためフィットネスにおいては使われなくなってきていい。有用とはみなされず怪我につながる。 可能性が指摘されている。性的ストレッチ、スタティックストレッチに対して、動的ストレッチ、ダイナミックストレッチがある。動的なストレッチの例としては、ゆっくりと制御された足のスイング、腕のスイング、または胴体のねじれがある。これは優しく可動範囲内で行うが、対してバリスティックストレッチは、反動をつけ可動域を超えようとする点が異なる。 肉体的なウォームアップを図りながら行うものである。ため、運動前の性的ストレッチがパフォーマンスを下げるのに、対し、怪我の予防、パフォーマンス向上に有効である。2000年に発表されたドクター、ヘルベルト・ポープによる論文により議論が進んだ。性的、アクティブストレッチとも呼ばれ、ヨガの多くの形態に見られるような手動作筋のみで、 体制を支えるストレッチであり、柔軟性を高め手動作筋を強化する。リラックスストレッチ、性的、パッシブストレッチとも呼ばれ、体の他の部分、またはパートナーや器具の補助を受けて、通常の可動域内で体位を取り、保持するストレッチである。運動後のクールダウンに適している。筋肉をゆっくりと伸ばし、柔らかくして可動域、動く範囲を広げる。 パッシブストレッチと性的ストレッチ、スタティックストレッチの用語を区別されていない場合があるが、性的ストレッチは通常の可動域を超えて筋肉を伸ばそうとするストレッチを指す。運動前での実施でその後の練習での怪我が予防でき、パフォーマンスを発揮することができると言われていたが、近年は運動前の性的ストレッチはパフォーマンスを低下させ逆に怪我を増やすと言われている。 可動域を一時的に広げることにより、力の伝達のロスや不安定な関節が怪我を発生しやすくする。ザグレブ大学の研究チームは45秒以上同じ箇所を伸ばさないよう警告しているが、一方で身長時間が6秒間であれば筋出力は向上し、30秒間では低下するとした研究結果もある。逆に運動後に行うことでパフォーマンス向上や、 怪我防止につながると言われている。時間については、団体、学者により推奨値が異なるが、20秒程度を適当とすることが多い。はじめに筋肉をゆっくり伸ばすのは伸長反射を防ぐためである。筋肉には、筋防水と呼ばれるセンサーがあり、筋肉が瞬間的に引き伸ばされると、筋防水から脊髄へ信号が送られる。 すると脊髄から筋肉を収縮させる信号が出され、結果として筋肉が反射的に、つまり意志とは関係なく収縮する。これを伸長反射あるいは伸展反射と呼ぶ。伸長反射は筋肉が急激に引き伸ばされた時に起こる防御反応であるが、性的ストレッチにおいては逆効果となるため、これを避ける。体、指導の動きを伴わないという意味では、 性的ストレッチに含まれるが、筋肉の長さと関節の角度を変えず、収縮強度のみ変化させるの一種である。パッシブストレッチ、アイソメトリックストレッチとアクティブストレッチを併用する固有需要神経筋促進、プロプリアセプテブナーマスキアラーファシリテーション、PNF がある。なお、PNF は本来は、ストレッチの一種ではなく、 PNF ストレッチという故障は間違いであるが、そのように故障されていることが散見される。当初、PNF は脳卒中の被害者をリハビリする方法として開発された。PNF には、キッ筋、作動筋、またはその両方、クラックの収縮が含まれる。PNF は、アイソメトリックストレッチと共に子供など骨の成長過程のものには推奨されておらず、 筋肉部位ごとに36時間の実主間隔を置く必要がある直接にはなどの効果がありこれらは筋痛の緩和や関節可動域の改善ひいては身体パフォーマンスの改善障害予防などのメリットをもたらす例えば 筋肉の柔軟性の不足した状態で競技スポーツを行うと、捻挫や肉離れを起こしやすく危険であるが、ストレッチにより柔軟性を改善すれば、怪我をしにくくなる。また、同一姿勢を取り続けるなどして、筋肉を動かさない状態が続くとその筋肉の柔軟性が失われるが、ストレッチにより回復することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。